ようございます。釣り子 TV です。ハワイのレイクウィルソンに来ております。これね、ビーパー、これね、海外に持っていくとこういう湖とかでね、魚群探知機とか使うことができちゃうんで、はい、つけますね。で、水につけると電源がオンになるから Wi-Fi ディーパープロプラスね、これを選択してディーパーのアプリを立ち上げる。はい、データ来ましたよ。今ね、水深 2.2m で水温は29度、こういった情報を見ながら、釣りを進めていきたいと思います。おーしゃ、おーしゃ、くぞくぞ、2、3匹で来てる。うわ、惜しい。で、魚の居場所を発見できましたよ。じゃあ、頑張って釣りしていきたいと思います。おっしゃ、乗った、久しぶり久しぶり。おお、スーさん、投げろ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 、ダブルヒットチャンスだぞ。群れで動いてたんだな。おお、ディーパーにも映ってますよ、魚。ナイスサイズね。よいしょ、ちょっと、よいしょ、ここでゆっくり行きます。いやいやいや、スーさんのほどはない。ただ久しぶりでライン終わってるかもしれないから、引きを堪能させていただきます。ハワイ最高。うい、あ、川市だな。イエーイ、オーケー、トイ、はい、ビーパーとね。これね、魚いっぱい映ってんなと思ったら来ました。あー、ありがとうございます、ありがとう。はい、ピーコック来ましたよ。うわね、ライクね、エンジンのライクに変えて、おっとっと、おお、引く引くっていうね、こんな感じで出ました、ライクとピーコック。はい、ねえ、ビーパーで魚いないかなーなんて探したらバッチリ来てくれましたよ。じゃあ引き続きハワイの湖を楽しみたいと思います。はい、サイズは39センチ、ね、ピーコックバス39センチいただきましたよ。はい、ディーパーとバスか、ね、初めてハワイで水深とかね、感じながら釣りができてるんで面白いですよ。